い、皆さんこんばんは、もぐもぐさくらです。新宿にあるデロンデロンチーズがとっても飯テロな本格ハンバーガーのお店にやってきました。皆さんこんばんは。今日のチャレンジメニューはハンバーガー 2.5 キロにポテト 500g でトータル3キロを30分以内に完食無料っていうチャレンジメニューなんですけど、YouTube 始める前17ライブの生配信とかでハンバーガーチャレンジ 2,3 回ぐらいやってて、でこのぐらいの量だと20分以内に完食無料とかも成功してるんですよ。ハンバーガーの食べ方が皆さんはご存知の通り壊滅的に下手くそで、崩すかバラバラにするかって言っちゃうんですよ。チャレンジだと見てられない感じになりそうなので、今日はゆっくり味わって食べます。360度どこから見てもどこをめくっても美味しそうなハンバーガハンバーガーとポテトの相性ってなんでこんなにいいんですかね。最初に考えた人天才。同じパンなんだけど、この食感がちょっと違う。下のパンって多分重さで潰されてさ、すごいギュッとなってる。
肉は粗挽き系ではなくきめ細かいタイプだけど、なんせつなぎなしの牛肉 100% だから肉って感じの荒々しさが美味しくて食べ応え抜群。そしてそれがビールに合う。マヨネーズのコクがすごい、あとチーズが入ってすごいなんか濃厚なポテトが進む系。美お肉やベーコンはもちろん、間に入ってるシャキシャキレタスやジューシートマトが最高にいい仕事してる。お店のメニューはこんな感じで種類豊富。ベーコンチーズバーガーにビーフパティを追加トッピングしたら、デカ盛りと同じ味のハンバーガーになるよ。ランチお得だね。さあ、残り半分も食べちゃいましょう。私の切り方があれでちょっと伝わりづらいですが、お肉は巨大なやつ4枚重ねでした。美味しい肉汁とタレまで全部食べたいからポテト乗せちゃえ。一本ずつちまちま食べるのも好きだけど、やっぱガブガブ食べるのも美味しいですな。ポテト完食。自家製レモネードソーダにハマっておかわり。ご覧の通りドリンクが大きくて通常の2杯分サイズ。
バーガーは残り1/4、間に挟まってる4枚のお肉、分厚くてガブってかじれないから2枚引っこ抜いてお肉だけでも楽しんでる。冷たいの飲みすぎて寒くなったからホット。外国のお客様の方が多いんですか？そうなんです、ね、海外向けのインスタグラムのアカウントを海外向けにレストランとか紹介してるインスタグラムに載せてもらって、そこからもう海外の方が、そこなんか今日外国のお客さんしか見てない気がするしかも英語ペラペラだからすごいかっこいいなって思いながら見てた。皮もったいないから入れちゃえ。ビールももちろん美味しかったけど、自家製レモン系ドリンクと合わせるのにハマった一日でした。どうでもいいおまけシリーズ、イエーイ。田舎者さくら、東京に出てきて恥かいたこと。友達と待ち合わせ中、どこにいるのと聞かれた私。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがたいことによく食べ方綺麗でコメントいただくんですけど、ハンバーガーだけはどうしても昔からうまく食べられないんですよね。ちなみに私の人生初ハンバーガーは10歳です。おそ、次回は初めての焼き鳥完食無料チャレンジメニュー、成功者0人、お楽しみに。